こんばんは。まきちゃん、アイオン、ありがとう。こんばんは、中村舞です。中村舞です。中村舞と中村舞です。中村舞と中村舞です。こんばんは。ギフトありがとう。お疲れ。結婚して可愛いハートをくま。マイクどうして？珍しいね。お疲れ。ありがとう。ね、なんか珍しい珍しいってなんかここがあんま仲良くないみたいな。最近言われる。なんか珍しいって言うけど、うん、全然珍しくないからね。うん、マジで。ま、谷口さん、福フェスありがとうございました。楽しかったです。谷舞って言われたり。谷舞ちょっと知らなすぎるな。舞舞妃とかどうですか。なんか可愛すぎる。ダメ。舞妃舞はもう決まってるじゃん。私の相性は。え、何？え、相性？やば。マヒキュー？はい。あ、まあ、びっくりした。忘れたの。この前撮ったじゃん。マヒキューですよ。テレビのスタッフさん。知らないですか？あの時の熱量どこ行ったの？何ですかって言われて。はあ。結婚式の友人代表でした。え、本当にそうですよ。しかも、え、あれさ。うん。懐かしい。え、私が言った気がする。あれ言わなかったっけ。さん動画撮ってくれませんかみたいな感じだったっけ。え、そうそうそう、 LINE した気がする。そうだよなと思ったもんって。別に普通だったらさ、うん、なんかお互い公認でなかったら、うん、え、私でいいのとかってなるじゃん、うん、え、そうだよねってなった。すんなり、そうだよね。友人代表、そうだよね。うんうん、ありがくまー、ありがとうございます。ミッキーさん、ありがくま、ありがとう。もうなんか このコメントだけは私は言いたい。この今お酒飲んでるねみたいなコメントが来たんですけども、まひなさん、まひなさんが今日私はどれだけノンアルコールの飲み物を飲んでるかすごい今見てましたからね。もう本当にもうずっとえ、ずっと言ってましたよね、うん、ノンアル、もう本当に水にまで。え、でも騙されとったよね。水に自分でアルコール 14% みたいなの書いて、うん、で本当にアルコール入ってるのかと思って一瞬、え、これ見てって言って見せたら、え、本当なんですかそれは。ガチで死んだ前に言ったマイケルだけど、みんな笑ってたけど、いや、なんかその水に似たお酒が入ってるのかと思いました。赤いのはなぜ？え、ごめん、チークですよ。もう落としましょうか？私のメイク。え、落としましょうか？本当に。全然落としません。今ここでこうやってシートで。でもマヒナさんはもう今日ずっともう本当にソフトドリンクって感じで。でしょ？か水、うん、そうだってもうあのミネラルウォーターに自分でアルコール 14% って暗示をもうかけて飲んでるんだからもうすごいですよ本当に。アンジだったの。これアルコールだって。でも今日ジンジャー飲んだじゃん私。はい。めっちゃ美味しかった。なんかマジで普通の飲み物でもお酒の感じで飲めるっていう特技ができたかもしれない。マジで美味しかった。特技や。ガチ美味しかった。どうありがとう。飲まんわ。明日公園よ。明日はね、四国です。昼と夜あります。一部はあのいつもやってる勝手に四国観光大使の単独公演で、二部はあの電波組さんとのコラボです。
私のこのチークが濃いのはなぜか知ってますか？私がこのチークが濃いのはあのフーさんリスペクトなんですよ。やぶしたフーさんのチークの色がすごいもう好きで、すっごいね、フーさんのチークめっちゃピンクなんですよ。え、フーさんのチークピンクでしたよね、めっちゃ。めっちゃピンクだね、確かに言われたら。うん、もう、それリスペクトで、私めっちゃチーク塗るんで。今日ギリギリまでさ、どこかを濃くしたい。言ってた、メイクさんに。もうすでに濃いって言って。人にね。そう、で、チーク足してた。チーク大事。これ持って帰ってきた。ありがとう。急速？え、快速？何それ？なんか急速時間じゃない。4枚入ったんよ、うん、いる今。え、欲しい。でも私も持ってる。だからトレードします。え、何のやつ？え、同じようなやつ。匂いとか。ああ。え、なんだろう。なんかキャリーの中に入ってるんですけど。あ、炭酸系のやつ？はい。爽快感。炭酸で柔らかしと。あなたの作る休み方、メグリズム、ラベンダーミントの香り。どうですか？こっちは気分やするグレープフルーツの香り。グレープフルーツ？こっちはちょっとアイドルっぽいね。ポーサーはね。もう本当になんかイライラしてきました、マヒノさん。私今すごくイライラしています。なんで？え、もうさっきからあの、いや、ここのコメント欄でお酒飲んだみたいだね、なんかチークとは思えないほっぺのピンクさみたいな、酔ってるみたいなコメントばっかり来るから、もう本当にもうイライラしてきました。今マイキのこと理解してないね。しかもなんか1個とかじゃない、もうなんかいっぱい来て。でもそれの9割は多分私のせいで。え、なんで？え、言われる。そうコメントしてきたら逆効果だって言うけど。逆効果だから。でも私取扱説明書書けるもん、毎回。私の、うん、文字ね、分かりやすいの、私からしたらね。マイキーはね、普段カルピスばっかり飲んでますよ。でも今日はジンジャーエールが、でも辛いジンジャーエールしか飲んでない。辛いジンジャーエールが得意じゃない。甘いやつがいい。カルピスばっかり飲んでますよ。カルピスかレモン、なんだっけ、レモン。レモン？なんちゃら、レモンティー。あ、レモンティー。午後のレモンティー。飲んでるね。あとはイチゴミルク。ファミマのね。そう。よく知ってるでしょ。よく知ってる。知ってるでしょ。私のことよく知ってる。ありがとう。あとお寿司だったら、うわ、何、最近貝が好きなんですよ。もう貝ばっかり食べてる。あとはまあ最近サーモン食べない。最近サーモン食べない。で、理由があるんですよ。なんか大人になったら肉が変わってきて。え、それもあるんですけど、サーモンが食べれなくなった理由がもう一個あるんです。オレンジだから。違います。何？いや、なんか、うん、魚、サーモンだけじゃないんですけど、なんか魚には全部なんかアニサキスがいるじゃないですか。ああ、流行りのね。うん、流行りのなんかアニサキスに別にやられたわけじゃないんですけど、はい、なんかあの食べてる最中にアニサキスのことを思い出したら急にうっってなった時があって、うん、でなんかアニサキスのことを思い出さずに食べたら全然食べれるんですけど、うん、途中で思い出してしまう可能性があるから食べないようにしてるんですよ。それがサーモンが多いってこと？え、なんかサーモンから出てくるイメージがあって、なんか勝手に。え、でもさ、コンビニのさ、前なんか見たのは明太子とか。ああ、出てくるみたいな。だからもう海鮮、生の海鮮しょうがない。いいじゃん、マイキュー、タラコ好きじゃん。なんでそんなこと言うんですか。無理じゃん。マイキューはわさび大丈夫な、めっちゃ大丈夫、めっちゃ好き。なんならわさびをおかわりするぐらい好き。わさびめっちゃ好き。ちょっと固めるでしょ。確かに
風と海とさん、ありがとうございます。それで貝か、貝美味しい、マジわかる、大人になって貝好きになった、コリコリ感がね、いい、ありがとう。好みって変わるんですよ、人って。でもなんか確かにサザエとかも好きになったかも。なんかサザエ、アワビ、ハマグリの三兄弟はまだあんまり食べんか、もうサザエのここのゴニョゴニョゴニョみたいなところはちょっと、うん、怖いよね、まだちょっと緑みたいなところ、何が潜んでるかわかんないじゃんなんか苦そう、うん、でも苦いと思うよ、あの食わず嫌いです。コリコリした部分は大好き。まだ子供かもしれない。貝の方が当たる？そうなの？え、てか貝にいるの？なんかもうダメ、何も教えないで、私今サーモンにしかいないと思ってる。カキ、あ、カキはあんまり食べんな。宮島に行った時くらい。ありがとうございます。足大好きなんですけどね。マジになるきゃ勝てねえよ、行くぜロックンロール今日はね、マジスカロックンロールやったんですよ。あ、マジスカロックンロール、マジスカロックン、マジスカロックンロール同じ歌わりだったね。ん？同じ歌わりだったね。同じ歌わりだった STU で、え、ドラマやりたい、ヤンキーみたいな。マヒナさんはなんかあるじゃないですか、あの、いや、あのマジスカとかのなんか名前みたいな、うんうんうん、マヒナさんはアルコールもうそこ決まってんのマヒナさんアルコールって呼ばれます。いいね、でもなんかいいね、あれ結構さ、ほんまにホルモンとかって、チームホルモンとか、うん、あった食べ物もいけるから確かに、うん、いいね、なんか誰とも被らないじゃんアルコール2とかいないアルコール2いない、でもあれじゃない、チームアルコールとか誰がいるのか気になるいいね、響きナイス方かなって感じマイケ、何、私何ですか、決めてください。でもなんか、なんか歌舞伎シスターズとかさ、あったじゃん。あった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 。鳥かご、鳥かご、鳥箱、鳥箱、え、なんだっけ、鳥箱ってなんかの予約サイトじゃないですかあれ、なんだっけ、なんかあったよね鳥かご、かご鳥、違う、鳥小屋、鳥小屋、そういう系っぽい感じする。なんか赤はネズミか、あ、ネズミ、え、今日私やったあのポジションネズミですよ。あ、そうなの、うん、私今日こじはるさん宿の予約サイトだった。あ、そうだ、宿の予約、あ、それそれ、予約サイトしかあるなと思ったら私は今日まゆゆさんの位置でした。ポケットに手突っ込んでやるやつだよ。フードかぶりたかったな、うん、でもメンチ切る練習したもん。メンチ切る練習、うん、ヤンキー役だから大事な役作りって、大事、うん、59分、ちょっと待って、時間が59分、ありがとう、あ、8分だった、何日、ちょっと何時呼ぼう、
9月7日か9月7日こまりさん、トールさん、ヨシーさん、フリーライダーさん、スルメッコさん、ウマちゃんさん、ティンさん、クマネッパさん、福太郎さん、コクちゃんまるさん、ハジさん、風と海とさん、1位はドロッドンミッキーさんでした。ありがとう。明日、DMM さんで配信もありますのでぜひご覧ください。 DMM 思いつるかも、バンちゃん、ジーフさん、フィーさん、アツカ、考えなし、ミーヤ、カズノリ、また明日です。今日はありがとうございました。四国もね、 ST16 人の方も楽しくて、みんなありがとうね。ありがとう。また明日。明日が。緊張。今日もありがとう。おやすみ。バイバーイ。福フェス。決まり。また明日。ハリキューでした。ラディスカルくんの。マヒキュー。シュシュシュカシュカシュシュシュカシュカシュシュ。